藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC。 G スカイ FM 島田沖の皆様こんばんは。4月14日水曜日、時刻19時30分を回りまして、今週も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC のお時間がやってまいりました。皆様のお相手は私 DJ 拓郎です。藤枝マイ FC ではスタジアム DJ もやらせていただいております。そして私の相方はいつもの通りこちらの方です。自己紹介お願いします。はい、藤枝マイ FC 強化部の大迫のぞみです。はい、今日ものぞくんとともに番組進めてまいりますが、ゲストの選手への質問、そして番組へのメッセージなど皆様からのメールどんどん送っていただきたいと思います。のぞくん、紹介お願いします。はい、メールの方は myfc@g-sky765.jp myfc@g-sky765.jp まで送ってください。はい、ありがとうございます。だいぶもう慣れてきた感じがありますね。はい、でファックスの方は05、あ、ごめんなさい、まだファックス言ってましたね、はい、ファックスの方は 054-732-9162 までお願いします。はい、ありがとうございます。のぞくんが慣れてきて僕が慣れてない状況でしたねごめんなさい、はい、まずは、はい、前回の3月24日の放送から今日までの間に行われました藤枝マイ FC の試合結果を振り返っていきたいと思います。3月28日の日曜日に J3 リーグは第3節が行われたんですが、この節は藤枝マイ FC は試合がない節ということでね、今シーズンあの奇数のチーム数になってますのでお休み週ということになりました。そして4月4日日曜日、ちょうど10日前ですね、4月4日第4節アウェーゲーム蒲田マーレさぬき戦がピカラスタジアムにて行われました。こちらね、ホーム開幕戦と同じぐらいのすごい雨でしたけれども、宮本拓也選手のゴールにより1対0で今季初勝利ということになりました。イエーイ。そして4月10日この前の土曜日ですね、はい、第5節ホームグラウンド藤枝総合運動公園サッカー場にて AC 長野パルセイロ戦が行われまして、こちら結果は1対1の引き分けとなりました。現在のところ順位は9位というところになっておりますけれども、のぞくん、今この順位はどう思われますか。はい、まあこの前のホームの試合は勝ち切りたかったなっていう印象ですね。まあそうですね、前半にいい形で点が取れましたからね、できればそのまま追いつかれず行きたかったっていうのはありますよね、はい、ただあの前回の試合は後半のもうアディショナルタイムでしたっけ、 PK が与えられてしまったわけですけれども、 それを見事に杉本拓也選手のスーパーセーブで1対1の引き分けになったという形でしたね。はい、もう本当勝ち点1も上位に行くためには大事になってくるので、素晴らしい。そうですよね、あの PK の瞬間にはスタンドにいるお客さんはかなり、ああ今日負けかって思っちゃった方も多いんじゃないかと思うんですよ、時間帯的にも。はい、もう素晴らしかったです、キーパーですよね、はい、まあ、それがあっただけにできれば逆転したかったですね。はい、また次ですね、はい、はい、今後に期待していきたいと思います。というわけで今日も J3 リーグ藤枝マイ FC 徹底応援番組東本マイ FC スタートいたします。藤枝マイ FC の優勝、そして J2 昇格目指して共に盛り上がってまいりましょう。東本マイ FC。 はい、この東本マイ FC では毎回藤枝マイ FC のチームのどなたかにゲストとしてご出演をいただきます。サッカーのことばかりではなく、時にはかなりプライベートな話まで伺ってまいります。というわけでまずはゲストをご紹介いたしましょう。自己紹介からお願いいたします。こんばんは、背番号16番の鮫島浩太です。はい、そしてもう一方いらっしゃいます、お願いします。こんばんは、背番号28番の松村幸喜です。はい、本日のゲストは藤枝マイ FC 背番号16番鮫島浩太選手、そしてホーム開幕戦で今シーズン最初のゴールを決めました背番号28番松村幸喜選手です。ようこそお越しくださいました。さてお話を伺っていく前に、毎回ですがちょっと大事な説明をさせていただいておりまして、すでにもう聞いてらっしゃるかもしれませんが、この番組正直に洗いざらい答えていただきます。正直に答えてないなっていう場合はのぞくんがイエローカードっていう場合がありますので、そうすると罰ゲームがついてきますので覚悟しておいてくださいね。罰ゲームラジオなんでね、モノマネを披露していただきますんで。やば、攻撃得意じゃん。いや、めちゃめちゃ今日は出しますね。今日は出すそうですか。はい、イエローカード1枚であれですか。はい、厳しいんですよ。1枚でもうレッドカードじゃないですか。いいツッコミです。
まあ確かにレッドカードに近い状況ですね、はいはい、それでは早速お話を伺ってまいります。まずは前半は鮫島選手のお話を伺っていきたいと思います。鮫島浩太選手のプロフィールからですね。鮫島浩太選手は1992年6月24日生まれ、鹿児島県出身で鹿児島城西高校1年生の時には全国高校サッカー選手権でなんと準優勝、素晴らしいですね。そして2011年の高校卒業と同時にサンフィレッチェ広島に入団、2013年にはガイナーレ鳥取に期限付き移籍、2014年と15年には AC 長野パルセイロに期限付き移籍をした後、2016年から藤枝前市に入団という経歴で間違いないでしょうか。はい、そうです、はい、今季で6シーズン目ということで、はい、クラブでもう一番長く在籍されている選手ということですね。はい、そうです、はいはい、まあ、6年目ということで、この間に藤枝前市だいぶいろいろ変わったと思うんですけれども、クラブの変化をすごく感じている部分とかってどんなところになりますか。まあ、正直、はい、もう全てにおいて、うんうん、変わったなと思うんですけど、まあ、そのクラブのクラブハウスだったり、はいはい、その遠征の時の、チームが準備してくれるものだったり、はいはい、そういうのを全てにおいて、J2 昇格に向けて、しっかりとやってもらってるなっていうのを感じます。それはもう選手としてはやりがいにもつながるし、頑張らなきゃってとこですね。そうですね、はい、はい、さあ、そして長野時代から背番号がずっと16番ということを僕実は今回初めて知ったんですけど、はい、確かに前 FC ではもう16番というと鮫島選手ってイメージがありますけど、長野時代からなんですね。そうですね、はい、この16番は何かこだわりみたいのがあるんですか。いや、長野に行った時に背番号が16 で、はいはいはい、で藤枝に移籍することになった時に、あの強化部の方に背番号何と何と何が空いてるよって言われた時に、はい、16番が空いてたのでそのまま16番にしました。なんとなくでもそれだけ長くつけていると愛着もやっぱり湧いてくるんじゃないですか。そうですね、今となってもう16が大好きな背番号になってます。なんかこう一桁を選んだりする選手も多いとは思うんですけれども、まあ、二桁のこの16って数字が今すごく気に入っているっていう感じってことですね。そうですね、はい、うん、いいですね。ちょっと今強化部なんていうお話がありましたけども、大阪のぞみさん、のぞくんも強化部ですけれども、はい、なんとのぞくんと鮫島選手はもう直系の後輩という、先輩後輩という間柄ということでよろしいんでしょうか。はい、そうですね、高校の3年生の時に、はい、鮫島浩太が1年で一緒にサッカーやってます、うん、その頃と今でお二人でそれぞれこう印象が変わった部分とかってあったりします？いや、もうそのまんまですね。そのまま生意気でもまあでもそこが良さでもあるので、可愛い後輩だったので、じゃあ高校入学してきた時からちょっと生意気な傾向あったんですか？もうめちゃめちゃ生意気でした。そんなことないでしょ。どうですか、鮫島選手、生意気だったって言われてますけど。まあ可愛いですよ、可愛いです、はい。まあでもね、この年までもう15年近いお付き合いということですか。そうです、まあ間は空きましたけど、まあ、まさか J リーグのクラブで一緒にプレーするとは思ってなかったんですけど、うん、まあ本当に、まあ、素晴らしい後輩持ったなと思ってます。はい、でもなんかね、本当2人の絆がどんどん強まっていくんじゃないかななんて思いますけれどもね。さて、鮫島選手のお話に戻りますけれども、鮫島選手は2017年に前十字靭帯断裂という、まあ、ちょっと大きな怪我をしてしまったわけですけれども、はい、まあ、あの時僕もねスタジアムで DJ やらせていただいていてすごくショックだったんですけど、まあ、1年後に復帰した時というのはどんなお気持ちでしたか。そうですね、約1年間ぐらいサッカーできてなかったんで、はい、もうサッカーやってる時はもうとにかく楽しいなと思いながらずっとサッカーやってましたね。やっぱりこうプレーできる喜びみたいなのを改めて実感したっていう感じ、ね、そうですね、やっぱり怪我して特に長い怪我した後だと特にやっぱり僕ってサッカーが大好きなんだなっていうのを実感します。実はあの時僕選手紹介でお帰りなさいって言ったんですよ。あ、本当ですか。今ただいまって言わなくて、ええ松村選手から今ただいまって言わなくていいんですかっていうツッコミが入りましたけどもね。はい、次に行きたいと思います。その今お話した復帰された時に、まあ、こうちょっと遠目から見ていても以前よりこう体が大きくなったなってすごくそういう印象を受けたんですけれども、食べ過ぎですかね。いや、違います、筋トレのしすぎです。やっぱり意識的に筋肉を増強したんですか、あれは。そうですね、怪我した時に
あの JIS っていうトレーニング、はい、あのリハビリ施設に行って、はいはい、約3ヶ月ぐらいずっとそこでリハビリしてたんですけど、うんうん、そこが1日に8時間ぐらいはずっと筋トレとかそういう体を作るあのリハビリをずっとやってたので自然と体が大きくなったっていうのがありますね。うん、なんかこう旗から見てても明らかに大きくなったなって感じたんですけど、体重的にこうちょっと走りにくくなったりとかそういうことはなかったんですか？あ、それはもうなかったですね。うん、はい。まあ、筋肉がついてむしろパワーアップしたなぐらいの感じっていう。そうですね。はい。当たり負けしないでこう自分自信がついたっていうか。はい、素晴らしいことですね。はい、それは。さて、鮫島選手プロ生活は今シーズンでなんと10年目になる。ということですね。はい、今までそのプロ生活10年やってきた中ですごく嬉しかったこととか逆に悔しかったこととか何かあったりしますか？まあ、やっぱりあの試合に出てやっぱり勝った時っていうのは、うんうん、あのどの試合もやっぱりとても嬉しいことですし、うん、チームメイトと喜び合えるっていうのはすごいあの嬉しいことです、ね。じゃあ10年の中で、はい、特にこの時が一番嬉しかったっていうのはそんなにないですか？そうですね、まあ広島にいた時に J リーグで優勝したんですけど、はい、やっぱりその時は、はいはい、あのチームがすごい一丸となって、うん、で優勝できたのですごい嬉しかったです。うん、はい、じゃあその思いを込んだ藤枝マシーでぜひとも実現したいですよね。そうですね、はい、うん、いいお話が伺えておりますがちょっとここで曲の方行きたいと思っております。東本前 FC藤枝前 FC 徹底応援番組東根前 FC、 本日は藤枝前 FC 背番号16番鮫島浩太選手と背番号28番松村航輝選手をお迎えしています。さあ後半は松村航輝選手のお話を伺ってまいりますが、まずはプロフィールからご紹介します。1996年の5月24日生まれ、僕と1日違いですね。兵庫県出身でヴィッセル神戸の下部組織を経て大阪教育大学に進学、そして2019シーズンより藤枝前 FC 加入という経歴で間違いないでしょうか？はい、はい、松村選手もうちょっとマイクを近づけてもらっていいですか？すみません、はい、今シーズンのチームのファーストゴールをなんとホーム開幕戦で決められましたね。はい、決めちゃいました。素晴らしい。その時の感想を教えてください。いや、めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、はい、やっぱチームが負けてたんで、うんうん、なんかあんまり喜べなかったですね。めちゃめちゃ喜んでたけど、ね、そう、俺もハイライト見てめちゃめちゃニヤニヤしてるなって思う。まあでもね、やっぱり嬉しいですよね、はい、それは決めればね。さあそんな松村航輝選手にメッセージが届いております。こちらラジオネーム三日月隊さん、松村選手 J 初出場&初ゴールおめでとうございます。シュート前のボールを浮かせてディフェンダーをかわしたシーンすごかったです。自慢のスピードでディフェンダーを切り裂いて多くのチャンスを作ってくれると期待しています。開幕戦福島でお母さんが声をかけてくれました。初出場を目の前で見ることができてとても嬉しそうでしたよというメッセージを。いや、多分開幕戦お母さん全然来てないんですけど。あれ、じゃあこれはどういうことなんでしょうね。誰なんすかね。三日月さん、イエローカードですね。三日月さん、イエローカードです。全然来てないですけどね。ちょっと家でモノマネやっていただけると困っちゃいますね。さあそしてもう一人、匿名希望さんからもいただいております。松村選手プロ初ゴールおめでとうございます。最後に相手をかわしたところなどまるでネイマールが乗り移ったかと思いましたが、ドリブルからのゴールの瞬間までは覚えてらっしゃいますか？聞いてましたか？全然聞いてなかったです。あ、でも、はい、ネイマールが乗り移ったかと思いましたが、ドリブルからゴールの瞬間までは覚えてらっしゃいますか、ね、ということ。めちゃくちゃ覚えてます、ね、覚えてますか？はい、なんか相手がスライディングしてくるのも見えて、はい、うんうんうん、でシュート打つ前にキーパーがゴール開けてくれたのも見えた。おお、いいですね、はい、じゃあすごく記憶に残ったゴールになったわけです ね、 やっぱりね。何回もおそらく見てますね。自分のゴールシーンはめちゃくちゃ嬉しかったっす。だそう、何回も何回もリピートしてますか？いや、そんなしてないっすよ。さすがに。あの匿名希望さんから最後に、今後もだってごめんなさい、今後もサイドをバンバン切り裂いてくださいと書いてありますので、はい、頑張ります。はい、頑張ってください。さあそんな松村航輝選手ですけれども、今のメッセージにもあったように、まあ、足がすごく速いという印象はありますけれども、結構子供の頃から足は速かったんですか？そうですね、子供の頃から足が速くてそればっか、うんうん、ちなみに 50m とかって何秒ぐらいとかって分かったりします？多分6秒ちょうどぐらいですか、ね、あ、確かに早いですね。あの松村選手といえば、まあ、ちょっと変な話だったら申し訳ないですけども、はい、一旦あの
契約満了になって、はい、再契約という形になったじゃないですか、はい、そこで声をかけてくれたのは、まあ、倉田監督ということでやっぱりいいんですかね。のぞくんどうでしょうか。まあ、皆さんの意見を皆さんの意見として、はい、ということですね。まあ、そんな倉田監督からこう松村選手に求められているのはどんな点なんだと思いますか。やっぱ裏への飛び出しなど、まあ、スピードを使った、はいはい、まあ、武器があるんで、うんうんうん、それを出すっていうことじゃないですかね。うんうんうん、やっぱりそうですよね。速さを生かしてガンガン攻めてほしいなっていうのは見てる僕たちも思いますけどもね。あの今シーズンここまで交代出場での出場が多いですけれども、交代でこう出るまでっていうのはこう、まあ、ピッチサイドでこうアップしてたりするわけですけれども、そういう時とか、あとまあベンチにいる時とかってどんなところを見てたりするんですかね。注目してるポイントみたいのはあります。まあ、マッチアップしそうな相手のこととか、はいはいはい、あとはまあ試合の流れみたいなのは見るようにしてます。そうですよね。確かに自分の対面の相手がどんなプレーをしてるかっていうのを頭に入れておかないと、プレーしに、そこでプレーしやすくなったりとかっていうのがそうですねあるわけですね。はい、うんうんうん、なるほどなるほど。さあ、そして交代で入ることが多いわけですけれども、交代で入って、まあ、大変なところとか、逆にまあ交代だからこそやりやすい点なんていうのはあったりするんでしょうか。やっぱ人よりも走らないといけない、なんか体力あるじゃないですか、はいはいはい、だからすぐにバテちゃうっていうところが、うん、しんどいところで。体力あるからんすぐにバテちゃう。あ、なんですか、そういう意味ですね。スタメンより、はいはいはい、体力あるじゃないですか、はいはいはい、疲れてないんで、まあ、その分一生懸命走らなきゃいけないんで、そうそうそう、めちゃくちゃすぐに疲れます逆に先発よりも交代出場の方がそういう部分難しかったりするんですか。まあ、瞬間的にやっぱり試合に入るので、はいはい、どうしても乳酸って言われるんですか、はいはい、よく桃とか溜まっちゃいます、ね、ですぐ走れなくなったりはしますよ。なるほどなるほど。やっぱり先発と違ってこうペースをつかむまでがちょっと大変みたいな感じなんですかね。そうですね。うん、なのでウォーミングアップ本当に大事ですね。なるほど。そこをこう、まあ、アップしてるときに調整しておくっていうことになるわけですか、はい、ですね。でもまあそれも難しそうですね、すごくね。はい、なんで後期はでも大丈夫だと思います。ちゃんと自分のコンディション分かって、うんうんうん、ウォーミングアップしてくれてるとは思います。最近ちょっと学んでます。え、なんか違いました。なんかのぞくんが笑ってますけど。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。イエローカード出なくて大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。絶対出ないでしょ。さあ、そしてここまでの試合で、まあ、去年までといろいろと流れが松村選手自身変わったと思いますけれども、はい、まあ、今の自分でこう試合を何試合かやってみて、もっとこうしていきたいとかっていう部分はあったりします。改善点のようなことって。やっぱ守備の部分でもっと頑張ったり、あと最後のところのクオリティ、アシストとかゴールとかにもっとつなげていきたいなって思います。やっぱり守備も貢献しろというのは当然やっぱりチームの方から要求されている部分になる、ね、まあそうですね、うんうんうん、まあ、足で稼いでというか得点チャンスも作りつつも、はい、もちろん守備にも貢献していくという部分ですね、はいはい。うん、さあ松村選手、まあ、先ほどから何度か申し上げている通り、だいぶまあ去年までとは状況変わったと思いますけれども、今後こんな風になっていきたいとか、そういった目標みたいなのはあったりしますか。いや、まあ、とりあえずチームに貢献できる選手になりたいなっていうのはあります、うんうんうん、チームに貢献できる選手、それはどんな部分でという方になりますかね。まあ、結果もそうですし、そのアシストとかゴールとかはもちろんそうですし、その、うんうん、守備とかも頑張ってそういうところでも貢献したいなっていう。ムードメーカー的な意味では松村選手というのはどうなんですか。のどくん、まあ物足りないですねまだまだですね、まだまだですね。もっと声張り合い張ってほしいですね。なんか今日ちょっとお話聞いてると意外とちょっと声小さめで、はい、かつ結構おっとりされてる感じがしますけど。めちゃくちゃ緊張してます緊張してますか、はい、もう汗が止まんないじゃあ少しですね、鮫島選手の方にもお話改めて伺いたいんですけど、よろしいでしょうか。はい、鮫島選手というと、まあ、やはりあのポリバレントな選手というイメージがすごく強いといいますか、いろんなポジションをできるっていう印象があるんですけれども、鮫島選手ご自身としてこのポジションがすごく好きとか、ここでやっていきたいんだみたいなってのはやっぱりあったりするんでしょうかね。そうですね、やっぱりボランチが大好きなんで、うんうん、サッカー中は僕はとにかくボールに触りたい選手なので、うんうんうん、やっぱりそうなるとボランチが一番ボール触れるので、あのボランチが一番楽しいですとにかくボールに触りたい選手っての面白いです、はい、ボール触りたくない選手っているんですかね
中には、中にはいますね。あ、そうなんですか。触りたくないことはないですけどね別にあれ、それは松村選手がもしかして少しそういう傾向があるというか、まあまあ、そんなにいつも触ってなくてもいい触らなくてもみたいな、うんうん、要所要所の大事なところで触れればいいっていう感じですかね。まあ、それに対して鮫島選手はやっぱり常にボールを持っていたいみたいな、そうですね、はい、があるんですね。サッカーがとことん好きなんですね、やっぱりね。そうですね、はい、素晴らしいですね。そういう好きなことを仕事にできるというのは本当に羨ましい部分だなって皆さん思うと思うんですけども、そういう点については何か思うところありますか？そうですね、やっぱりサッカーでご飯を食べていけるっていうのは、はい、本当に幸せなことだなっていうのをかみしめながら毎日サッカーやってますね、うん、はい、ありがとうございます。さあ、そんなわけでですね、お話まだまだ伺いたいんですが、だいぶ時間が迫ってきてしまいましたので、最後に FM 島田のリスナーの皆さん、そして藤枝 FC のファン、サポーターの皆さんに向けて一言ずつお願いできますでしょうか。まずはじゃあ鮫島選手からお願いできますか。今シーズンはチームの目標である J2 昇格に向けて選手全員が一丸となってJ2 昇格に向けて頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そして松村選手もお願いいたします。 J2 昇格に向けてめちゃくちゃ走るんで応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。本日のゲスト、鮫島選手の松村選手でした。東本前 FC お送りしてまいりました藤枝前市徹底応援番組東根前市。ここで藤枝前市の今後の試合予定をお知らせいたします。まずは今度の日曜日4月18日ですね、 J3、 こちらリーグ戦ではなくて2021年度静岡県サッカー選手権大会、こちら常葉大学サッカー部との試合が足高広域公園多目的競技場にて11時キックオフでありますが、野曽君、これは天皇杯の静岡代表を決める大会ということで、そうですね、いいですかね、はい、それの準決勝というところでしょうか、はい、そうです、はい、頑張ってほしいですね。さあ、そしてその翌週です、 J3 リーグがまた戻ります。4月25日日曜日 J3 リーグ第6節アウェーゲームアスルクラの沼津戦、こちらも足高広域公園多目的競技場にて開催されます。こちらは13時キックオフですけれども、足高広域公園での試合が2試合続く形になるわけですね。はい、そうですね、はい、まあ、ここからというか藤枝からですと大体車でこう1時間ぐらいあれば着くのかなってイメージですけれども、距離として試合前のそのぐらいの移動っていうのはどんな感じですか、のぞくん。まあ大丈夫です、はい、特にこう遠征疲れする距離でもなく、あ、全然、はい、もうベストコンディションでいけると思います。のぞくんの今の回答に松村選手が笑っておりましたけど、松村選手ねまだスタジオにいてくださってるんで面白かったですか今のやり取り。まあまあまあ面白かったです。どこがですか本当に。まあでもせっかくね今お声をいただいたんで、この2試合特に、まあ、まずは天皇杯の方に向けてちょっとコメントいただければなと思ってますけれども、天皇杯の準決勝に向けて鮫島選手いかがでしょうか。そうですね、まあ、リーグ戦と違うので、うんうん、まあ、難しい部分はあると思うんですけど、今からいい準備してしっかり勝てるように頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。そして翌週はですね、 J3 リーグの第6節アスルクラウの沼津戦との静岡ダービーとなるわけですけれども、意気込みの方いかがですか、松村選手。いや、ダービーなんで絶対勝てるように頑張ります、うん、はい、素晴らしいメッセージありがとうございます。ということでお送りしてまいりました東根前 FC、 この番組第2第4水曜日生放送となりますので、次回は4月28日の水曜日にお届けいたします。というわけで今日で3回目の東根前 FC をお届けしてまいりましたけれども、野津くんいかがでしたか。いや、松村選手の汗の量が半端ないです。確かにすごい汗かいてます、はい、めちゃくちゃ緊張してます比べて鮫島選手はだいぶ余裕がある感じですけれども、打ってるだけでしょ。もともと汗かかないんで。あ、そうなんですか。はい、練習中もあんまりかかないんで。そうなんですよ。あ、そうなんですね、はい、みんなにお前手抜いてでよく言われてますね本当にありがとうございます。さあ、時間がなくなってしまいましたので、また来週、ごめんなさい、2週後ですね、19時30分にお会いしましょう。ここまでの相手は拓郎と藤山市強化部の大迫のぞみでした。さよなら。さよなら。さよなら。千手観音バイバイ。